はい、こんにちは。スプレアットエデンの梅ちゃんです。ということで今日はね、森の中に来てて、葉っぱを探して、葉っぱに、なんかちょっと綺麗な模様を描いていきたいと思います。こんな感じで、今日は、葉っぱに色を、ただの葉っぱが、スプレーアートでやると、どうなるのかっていうことをやっていきたいと思います。例えばこんな感じでね、よいしょ。こんな感じでいろいろやっていきたいと思います。 OK、 これ第1号。待って、何やってんの。まいちゃん、まいちゃん、おい、こっち。これとね、笹の葉っぱ。じゃあまずこっちの葉っぱにいきます。お金、おお、あ、ダメだ、靴だ。あ、でもどうポケモン1枚目。あ、これね、結構いいよ。普通になんか絵描ける。いいよ、いくよ、綺麗になるよ。ここはね、ほらいくよ、ほら。あ、そうでもない。わあ、ちゃんと星を作って、パッ、おほほ、山を描いていきましょう。いけるかな。いけた。わあ、どうですか。わあ、オッケー。笹、いや本当に俺もやったことないからね、なんとなくで。とりあえず後ろは、本当は笹を描きたいけど、ちょっと平らじゃないと。あー、描きづらい。おお、ちっちゃい。最後これを、存在しない、世の中に存在しない葉っぱを作っていきます。じゃあまず白でね、最初はゴールドもいいね、ゴールド。おほほ、どんな、ここピンクゾーン、ピンクゾーン、紫ゾーン、おおほ、ブルーゾーン、ブルーからちょっと、すげえな、こんなの入ってたらマジやばいな。おほほほ、黒にちょっと、多分表から見ると綺麗になると思います。黒を塗るとこの色が映えやすい。いいじゃん、すごいものを作ってんじゃん。これもう、もういけるいける。どうですか。おお、新しいアートができました。 OK、 次回予告はこれです。
うわー、モザイクモザイクということで、これでちょっと葉っぱ宇宙を作りたいと思います。で、これ次回も見てください。楽しんでもらったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス、バイバイ。